ちょっとみんなとスシローに行ってお寿司などを食べたんですが、っていうのは置いといて、今日はですね、なんかツイッターで結構スバルちゃん大丈夫かな、スバルちゃん大丈夫みたいなのが結構あったので、まあ全然スバル大丈夫なんですけどという話を、しにね、ちょっとね来ました。まあ、ちなみに言っとくと、アクアに対してはもう言いたいことは全部言ったし、聞きたいことは全部聞いたし、もう特になんかスバルはモヤモヤしたものないという。で、なんかコラボしなかったのも、まあなんか5年6年近くアクア見てて、アクアってもう自分がしたいことがはっきり見えてて、まあなんかそれが結構すごいところなんですけど、アクアのしたいようにするのが一番いいんだろうなと思って、こう横で見守るスタンスを取っていたというだけというまあこっからはちょっとね、心配してくれたちょっとスバ友のね皆さんに対して、こっからの大空スバルについてなんですが、なんだろうな、なんかそもそもスバルって休まなかったじゃん、配信。まあなんかスバルってデビューした時、2期生っていう枠でデビューしたんだけど、2期生の中でまあ言ったらいっちゃん落ちこぼれだったのね、マジでもういっちゃん人気なくて、もう一番なんかもう落ちこぼれすぎてて、なんかで配信も長時間できないしみたいな、でもなんかすぐ休んじゃうしみたいな、そんな時になんかやっぱりこうなんだろうな、アクアを筆頭にみんなが引っ張ってってくれてみたいな。まあだからなんかみんなさ、アクアがさ復帰した時めっちゃ嬉しかったじゃん。スバルもみんなと一緒ぐらい嬉しかったわけ。もうやっと帰ってきてくれたと思って、もうなんかアクアアクアってなってたわけ。スバルも2期生好きだから、ライブとかイベントとか曲も出したかったし、2期生でなんかしたかったので、だからみんなも待ってたけど、スバルも待ってたの。なんかそのデビュー当初引っ張ってってもらったから、いつかスバルもなんかみんな、なんかこうスバルもこうみんなを支えられるような人になれたらいいなと思ってたから、こうやっぱみんないろいろ大変で休んだりとかした時に、いやスバルがここを頑張ってたら、なんかなんかいずれ2期でライブとかイベントできるんじゃないかなと思って頑張ってたんだよね。あ、泣いちゃった。ちょっとそう、ここをスバルが休まずに踏ん張ってたら、でスバルがもっとなんか強くなって、なんか配信者として成長してみんなを引っ張れるような存在になったら、なんか2期生としてイベントもできるし、アクアも帰ってきてくれるかもしれないし、なんか2期としてまたやっていけるんじゃないかなと思って頑張ってたんだけど、アクア帰ってきて嬉しくて、でそしたらアクアやめるってなって、もうなんか何だったんだろうってなっちゃってすごいなんかまあ落ち込んだりもして、まあ同期がいない時期とかも結構あって、でもまあ別にそれを責めてるとかじゃなくて、まあ寂しかったりとかしたんだけど、でもゲマズのねイベントに出させてもらったじゃん。でスバル寂しいから結構ゲマズとかと一緒にいたんだけど、あと仲いいから、やっぱゲマズのイベント見た時にスバルはゲマズの一員かもしれないってずっと思い込んでたけど、スバルゲストでスバルゲマズじゃねえんだやっぱりってそう、でもまあやっぱり一番は2期でなんかしたいなと思ったら、まあアクア卒業みたいになって、まあ1日経ってなんか答えが出たというか、まあでも結局待ってたのってスバルのわがままだったんだよね。なんかもうアクアとか、まあみんな他のメンバー2期のメンバーもそうだけど、なんか別の目標に向かってそれぞれが歩いていってて、でそんな中でスバルは待ってた、勝手に待ってたっていうだけだったから、まあしかもそもそも2期ってそれぞれがそれぞれの目標に向かって歩いていくっていう期だよねみたいな。そうね、まあだからスバルももうなんかわがままやめようと思って、もう待つのやめるし、なんかスバルはアクアもアクアなりに前を向いて歩いてったから、まあスバルもスバルなりに歩いていこうと思って、まあなんかその先がなんかそのどこに向かうとかわからないけど、まあでもなんか歩いてったら答えはあるかなと思って、まあ今日スシロー行ってみんなに元気もらって、メンバーからスバル頑張って話してくるって言って送り出されて今というほんまにこういう話
したくなかったんやけどな、これスバルはな、このな、疲れてきた人がな、スバルのために帰ってきてくれた人に泣いてるスバルを見せんのが嫌だから話したくなかったんだよ、クソが。だからこれでもう満足したか、もう二度と話さねえからな。はい、Thank you for watching! Please subscribe and push good button! Thank you for watching always!